近年、数々の有名ドラマや映画に引っ張りだこの佐野勇斗、さんは、愛知県出身で大学入学を機に上京してきたそうです。今回は佐野さんの通っていた大学&高校はどこなのか、また、達筆すぎると評判の習字の腕前は、について紹介していきます。目次、佐野勇斗の出身大学はどこ、佐野勇斗の出身高校はどこ、佐野勇斗は書道六段の持ち主、その実力は、佐野勇斗の習字の腕前について口コミは、文字から性格がわかる。佐野勇斗はこれから期待大の若手俳優、佐野勇斗の出身大学はどこ、23歳を迎える佐野勇斗さん、2021年は大学を卒業する年です。そんな彼が通っていた大学はどこなのか気になりますよね。ツイッターなどでの目撃情報などをまとめると、有力視されているのが、明治学院大学、のようですね。さらに佐野さんが自身のブログで、古典のような授業を受けている、と投稿したことから、学部は文学部だと言われています。文学部は英文学科、フランス文学科、芸術学科の3つの学科に分かれているのですが、佐野さんは英語が得意だそうですので、英文学科に進学した可能性が高そうです。明治大学は芸能人に人気のある大学で、同じ文学部には俳優の松重豊さんや女優の柴田理恵さん、井上真央さんなどが在学していました。現在在学中の芸能人は、一つ下の学年で社会学部にキング&プリンスの永瀬廉さんがいるそうですよ。順調に進級していれば、今は大学3年生になっている佐野さん。仕事との両立は非常に大変だと思いますが、卒業へ向けて頑張ってほしいですね。佐野勇斗の出身高校はどこ？佐野さんの高校については公にされていないのですが、噂によると愛知県立岡崎西高校だと言われています。それは今からおよそ4年前、佐野さんが唇に歌おうという映画に出演した時のことでした。佐野さんが常連だという地元、愛知県の金魚屋さんが、Facebook にて佐野さんを応援する投稿をしたところ、それについたコメントで彼の知人と思われる人物が高校名を暴露してしまうというハプニングがあったようなのです。この出来事から、佐野さんが岡崎西高校出身であることはほぼ間違いないと考えられますね。しかし金魚屋さんの常連だなんて自宅で金魚でも飼っていたのでしょうか。それともお祭りの金魚すくいの常連だったのか。謎は深まりますが、なんだか意外な一面を知ることができましたね。高校時代はサッカー部に所属していたようですが、怪我続きでほぼマネージャーのような状態だったんだとか。他にも文化祭で泥団子を作って1個も売れなかったり、ハンバーガーを作るはずの家庭科の授業では先生に隠れながらタルトを作っていたりとお茶目なエピソードが満載の高校生活を送っていたようです。佐野勇斗は書道六段の持ち主。その実力は、佐野さんのプロフィールを見てみると、特技はサッカー、空手、書道となっています。サッカーに関しては中学、高校とサッカー部に入部していたようですね。空手については幼い頃から道場に通い、一級、茶帯の実力を持っているようです。そんなスポーツ万能な佐野さんですが、特技の一つである書道の実力がすごい、と話題になっているんです。こちらが本人のインスタグラムに投稿されていたものなのですが、とても上手ですよね。佐野さんは小さい頃に習字を習っていて、六段の実力を持っているそうです。通常、六段の腕前になるには平均で5から6年かかると言われています。佐野さんが何年かかって習得したかはわかりませんが、同等の年数を費やしたことは確かでしょう。さらに、今でも暇さえあれば筆ペンで字を書いているそうですので、かなり努力家な性格であることがわかります。
字が上手い男性は魅力的ですし、女性からの好感度も高いはずです。パソコンやスマホが普及し、文字を書くことが少なくなっている現代だからこそ、綺麗な字を書く人を見るととてもいい印象を受けますね。佐野勇斗の習字の腕前について口コミは、文字から性格がわかる。佐野さんの習字の腕前について、世間の反応を見てみたいと思います。やはり皆さん絶賛されていますね。佐野さんは、SNS にたびたび自身の書いた字をアップしていて、それが評判となりテレビ番組に紹介されていたこともありました。昔から、字は内面を表すと言われています。実は筆圧と文字の大きさ、文字の癖からその人の基本的な性格が分かってしまうことが研究によって実証されているんだとか。早速佐野さんの文字を検証してみましょう。写真の字体をよく見てみると、筆圧が強く、文字は大きめで右上がりの字であることが分かります。これは、積極的で大胆で向上心が高い性格の持ち主であることを表しているそうですよ。逆に、筆圧が弱く小さめの文字に右下がりの字を書く人は、自己主張が控えめで慎重な性格を持ち、独創的な思考をしている傾向にあるそうです。皆さんもぜひ、自分の文字をチェックしてみてくださいね。佐野勇斗はこれから期待大の若手俳優、イケメンで習字がうまく頭もいい佐野さんですが、まだまだその実態を知らない人は多いのではないでしょうか。彼が芸能界に入ったのは、母親がジュノンスーパーボーイコンテストに応募したことがきっかけでした。ところが現実は厳しいもので、なんとベスト30位にも入れないという結果だったようです。しかし、それが現在の事務所のスカウトの目に留まり、2014年に5人組ボーカルダンスユニット、MLK のメンバーとしてデビューを果たします。MLK は、メンバー一人一人に担当カラーが決められていて、佐野さんはいちごミルクカラーを担当しているんだとか。2015年にファーストシングル、コーヒーが飲めませんをリリース後、順調に歌手活動を続け、現在もライブやファンミーティングなどを精力的に行っているようですね。そんな佐野さんは俳優としても活動していて、ドラマでは、砂の塔、や、とどめの接吻、映画では、リンリン、や、小さな恋の歌、などが主な代表作となっています。また、2019年5月には映画、ちはやふる結び、での演技が評価され、日本映画批評家大賞で新人俳優賞を受賞しました。このことからもわかるように、近年では目覚ましい活躍を見せている佐野さん。これからますます盛んに活動していくことが予想されますね。